はい、ありがとうございます。先ほどまでは森山さんが海外に興味を持ったきっかけっていうところから、大学何してたのかみたいなところをお話をお伺いしたんですけど、この動画では森山さんは結構バックパッカーでいろんなところ行かれてるっていうお聞きしてるんで、ちょっとその部分のお話をお伺いしたいなと思ってます。ちなみになんですけど、今バックパッカーで大学5年生じゃないですか、何カ国今まで行かれたんですか？21カ国。あれ高校生までは行ったことある国っていうところで行くと5カ国ぐらいは行ってた感じですか？マレーシア、シンガポールとカナダ。あ、じゃあ残り18カ国はそう大学の2年生から5年生の間でめっちゃ行ったってことなんですか？はい、やばえ、そもそもバックパッカーになりたいなと思ったきっかけってあるんですか？もともとすごいいろんなとこ行ってみたいな、はい、世界遺産とか、なんか世界史で勉強したところとか行ってみたいなっていうのあったんですけど、よし行ったるぞって思ったのは、前の動画でお話しさせてもらったその愛せくをやってて、私世界の課題のことたくさん考えてるけど、実際世界見たことないのに、なんか偉そうなこと言ってなるほどね。あ、でもそれすごいわ。確かにね、すごい世界のことを考えるインターンとか作るんだけど、とはいえ自分って世界を見てきてないじゃんって、それなのになんでインターン作ってんだっけみたいな考えに至ったわけだ。はい、なるほど。じゃあそれを思って世界に行くわけですよね。はい、実際自分バックパックできるとか思ったことありました？一緒に行こうとしてたんですよ。なるほど。もう一気に回っちゃおうと思って、でバイト週7で頑張るんですけど、ちょっと精神的に来てさすがに週7はやばいと。え、ちなみに何のバイトしてたんですか？居酒屋？料亭。着物着て。あ、そうなんですね。え、そうなんだ。じゃあ結構やっぱきつかったんだな。そうですね。へえ。じゃあそれは週7無理だと、一気にお金貯めらんないと。その病んで、どこでもいいから行きたいと思って、で気づいたらエアアジアの帯域の面白すぎ。え、ってことはバックパック初めての国はタイなんですね。タイです。なるほど。タイはなんでタイに行こうと思ったんですか？かといえばなんかタイって感じしますね。あ、まあ確かにね。でも実際さ、でもタイって何あるかってあんまりイメージ俺はしてなくて、実際タイで何したんですか？グリーンカレーを食べてそれね、最悪日本でも食べれるよ実際どうでした？タイのグリーンカレーと日本のグリーンカレー。日本のが好き。いや、もうダメじゃん。ジャパニーズタイプとされた。あ、確かにね、何とも言えない美味しさね。いや、そうなんだ。え、じゃあ実際タイではグリーンカレーを食べたい以外は何したの？まずバンコク行くじゃないですか。はいはいはい。初めての海取り、あ、分かる分かる。体験します。その後アユタヤ仏教の遺跡に行きます。で、その後名前忘れたんですけど、池中にハスの花が咲いて、あ、なんか知ってるかも、名前分かんないけど。で、なんかそこをボートに通っていくのがあって、それに行きます。で、そのままバスでラオスに行きました。あ、そうなんだ。はい、え、でもタイの往復チケットはもう買ってたんですよね。買ってました。だからラオスに行ってもう一回タイに戻ってこないと。あ、そうなんだ。なるほどね。ちなみに初のバックパックは何週間だったんですか？3週間。あ、3週間結構長いですね。なるほど。え、で実際ドミトリーとかに泊まるじゃないですか、まあ、いわゆるゲストハウスみたいなイメージ。あ、そうです。そのゲストハウスの人たちとやっぱり仲良くなった感じですか？最初は慣れなかった。あ、そうなんだ。え、それは慣れなかったのはちょっとコミュニケーション取れなかったみたいなイメージですか？いや、初めてのドミトリーが12人部屋で結構多くて、当時コロナとかもなかったんで、結構欧米の方が来てたんですけど、裸で寝る欧米人男性にびっくりして外国人怖ってなっちゃった。そうなんだ。ドミトリーによっては男女共用っていうところもありますもんね。その時本当にお金がなくて安さ第一だったんで。なるほど。実際それって日本人は一人もいなかったですか？同じ宿にはいなかった。あ、そうなんですね。駅とかに行ってすれ違いに音が聞こえるとかあったんですけど。あ、なるほどね。実際じゃあその3週間の間、日本人とかもしくはドミトリーで仲良くなった人たちと結構旅行とか回ったことありました？それはラオスで会いました。ラオスは何したんですか？ラオスは世界一何もない首都そうなんだ。悪名高い。あ、そうなんや。へえ。
ことに、うんうん、そこで一人日本の方と会ったんですよ、うんうんうん、同じ宿で、はいはいはい、でその人と一緒にルアンパパンっていう、はいはいはい、なんか聞いたことある、うん、遺跡神社みたいなのがあるんですけど、うんうん、でそこに行ったらもう日本人いる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 、あめっちゃいるんだそれは観光客としてやっぱツアーみたいな、私と同じで学生の方ばっかりですね。そうなんですね、はい、じゃあそこからちょっと流れ聞いていきたいんですけど、まずタイとラオス行きましたよね。2回目はどこ行ったんですか？2回目は台湾と韓国、うん、なるほど、台湾と韓国近場で行ったわけですね。近場で。3回目は？3回目は、うん、香港、うん、イタリア、うん、モロッコ、スペイン、うん、ハンガリー、ヨルダン、エジプト、トルコ、ブルガリア、うん、はいはい、すげえわかんねえだって香港行ってまずイタリア行くじゃん、はい、イタリア行ってからモロッコ行ったんか、はい、やばどういうこといや飛行機あるんです。あそうなんだ。えでモロッコ行った後どっちどこ行ったって言いましたっけ？スペイン。スペインまた戻ったの？ジブラルタル海峡のフェリーで越えるルートがあって、はい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 、すごっ。やばくないですか？やばいですね確かに。えでそれ終わってハンガリーに飛んで、うん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 、ヨルダンに飛んでそれ計画として大丈夫？もうすごい行きとってるよ。本当に最悪のルートで行ったんですなるほどね。えその3回目の結構行ったじゃないですか国、はい、何週間で行ったんですか？1ヶ月。1ヶ月でどれぐらいかかりました？40万。あそんぐらいなんだ。でも行ったぐらい。なるほど。じゃあ3回目結構大旅行しましたよね、はい、その後は？その後にコロナが来て、うんうん、あそうなんだ。8ヶ月とか経ったぐらいにウズベキスタンが東京空いてるぞって、はい、聞いてピンポイントでそうなんだ。いやなんかいろいろ空いてるところは知ってたんですけど、はいはいはい、近くに中央アジア、うんうんうん、あいいじゃんって思って韓国経由で行きました。そうなんですね。それが去年。なるほど。今21カ国行ったっていう話あったんですけど、はい、一番印象に残った国ってあります？モロッコ楽しかったです。モロッコ何が良かったですか？モロッコは私アラビア語をやってた、うんうん、はい、えそうなんですか？それは大学で？大学で。へえ。大学の文学部と文化構想学部が絶対取らなきゃいけない第二外国語の一覧にアラビア語がある、うんうん、やばそうなんですね、はい、でアラビア語を選んだ感じなんですね、はい、実際じゃあそのアラビア語はモロッコで使えたってことですか？そうです。へえ。しかないというか、あそうなんだ。スサーっていう日本でいう標準語みたいなのはもうそれこそクルアに書いてるようなちゃんとしたので、他はもう全部アンミーやって言って方言なんですよ。はい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 。でモロッコで行って全然通じなかったんですけど、うん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 、ちょっとぐらいは通じて、お前日本人なのに女なのにアラビア語勉強してるのが面白いなって言われてめっちゃ構ってもらえたんです。そうなんですね。それが楽しくて。あそうなんや。じゃあ実際モロッコ行った時は自分でもコミュニケーションできて、かつ現地の人たちと結構積極的にコミュニケーション取れたみたいな。そうですね、結構うざいぐらいに構ってくれましたちなみに危ないこととかなかったですか？命の危険みたいなのを感じたことなくて、うん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 、ただイランで警察に絡まれた時、なんでびっくりした。なんで警察に絡まれたんですか？デヘランって首都なんですけど、うんうんうん、街歩いてたら、うん、おいそこのチャイニーズ泊まれって言われてまずチャイニーズじゃではないよね。なるほどね。で泊まるじゃないですか。泊まってパスポート見せろみたいな言われて、地球の歩き方を結構ガイドブック読んでから行くタイプなんですけど、パスポートとか偽警官が取って返してほしいならお金よこせみたいな、やばそういうのがあるらしいって聞いてたんで、聞いてたんでめっちゃ警戒してなんやねんって言って普通に通り過ぎたんですよ。そしたらウェイウェイウェイみたいな感じで必死の形相で止められて、はい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 、なんか言いたいことがあるっぽいんですけど、うん、彼は英語が話せなくて、うん、であの Google 翻訳でやったんですけど、うん、セキュリティっていう英語が出てきたんですよ、うんうんうん、何のセキュリティやねんって思うじゃないですか。なるほどね。それで何のセキュリティやねんって英語で聞くんですよ、うんうんうん、その次に出てきたのが This is the most security of security だからもう相当なセキュリティってことだよね。でも今からと思って、うんうん、もう一回逃げようとしたら、うん、You don't understand English って言われてお前の方が英語わかったなんやそうなんや。へえ。でもなんかそこまで怒られたら、うん、彼がこっちに拳銃持ってるんですよ、うん、そしたらさすがにちょっと怖くなってきて、まあ、確かに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 その後はおとなしくしたがりえ、ちなみになんで止められたんですか？多分、うん、その時友達と二人で行ったんですけど、二、うんうん、人で想像したことにはなんか旅行客が立ち入れないエリアが、うんうんうん、あーそうなんだ。あって、はい、そこに私たちが立ち入ろうとしてたからめちゃめちゃ怒ったんかなっていう、うんうん、あーそうなんですね。じゃあそれが一番怖かったことですか？じゃあ他には大丈夫だったんですね？他には
男の人に手掴まれるとか、うんうん、なんで流したいから、はい、それはどこであったんですか。あ、もうすべての国。いや、すべちょっとリアラブ諸国、うんあ、そうなんだ。ありがとうございます。じゃあちょっとこの動画ではバックパッカーで21カ国行かれたっていうところのストーリーみたいなところをお聞きしたんですけど、まあ、次の動画ではアパレル雑貨ブランドのお話をいただこうかなと思ってます。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。